こんにちは。1分でお答えするショートQ&Aです。本日のご質問です。甘いお菓子、ジュースが大好きです。上手な食べ方を教えてくださいというご質問です。別に食べてはいけないというわけではないですから、もちろん甘いお菓子、ジュースも、もうね、やっぱりいろんなものに触れて、お子さんとか大きくなってくると思いますし、そういった面では、食べ方っていうのに、注意しすれば、別に食べて悪いわけではもちろんありません。よほど虫歯が進んでいる方以外は食べてはいけないわけではない。おやつの時間を決め、だらだら食べないことが大切です。子供のおやつにはエネルギーの補給や、心の満足感を得るという意味もありますから、決して食べてはいけないというわけではないですね。甘いもの以外にもできれば硬いものなどいろいろな食べ物を加えてあげることが大切だと思います。食べた後には歯磨きをするようにしましょう。フッ素が入っている緑茶などを飲ませたりするのも、虫歯を予防には効果があるとされています。代用糖の、例えばキシリトールだとか、そういったものを食べるのも、一つの方法ですが、キシリトールをずっと食べ続けたからといって、別にそれで虫歯にならないとは私は思いません。ですので、どちらかというと、やっぱり歯ブラシも、やった方がいいと思いますし、さらに言うならば、フッ素を入った歯磨き粉で磨かれるのが一番効果的かなというふうに思います。本日は以上です。